の人と同級生って嘘って感じでしたね。ほんでね、お仕事はって僕よっぽど立派な仕事してるんやと思って尋ねたらね、軽トラに果物や野菜を積んで売って歩いてるって言うんですよね。でね、って思ったんです。僕一応就職案内とかああいうの一応高校の時見たんですけど、行商団っていうジャンルなかったですからね、いまいちピンとこなかったです。行商ですかって。ほんでね、なんでそんなあなたみたいに頭のいい坊さんの説教みたいなことのできる人がそんなね、行商なさってるんですかって尋ねたら、おらそれしかできんかったっけって言うんですよね。でね、この人のまあ過去かいつまんで説明してもらったら、頭すごいいい人なんですよね。熊本から東京のね、早稲田大学に現役で来られて、でもね、学生の時にまあ起業しよう、ベンチャーでなんかやろうって言うんでね、自分でね、なんか商売やり始めるわけですよ。で、会社を起こすんですよね。で、大学とっとと辞めて、社長になってバンバン儲かる時期があるんですよね。でもね、儲かってどんどんうまくいくんですけど、いつまでも長く続かんで、その会社22の時にいろんな理由が重なり合って倒産するんですよね。で、倒産させてしまって、おら天国から地獄真っ逆さまだったって。でね、その時にね、人もいろんな人たちが儲かってる時いっぱい集まってきとったのにね、会社倒産した瞬間に人はみんな蜘蛛の子散らすみたいにおらんなったって。俺がね、頭の中ね、金で支配されてたから、だからね、損得勘定人間しか俺の周りにおらんだったって。だから倒産した瞬間にいなくなった当たり前だよねって。でね、何勉強したかって、それ一番勉強したって言うんですよね。で、まさに天国から地獄真っ逆さまで借金丸けになって、どうやって行こうかと思った時に、ちょうどジャストタイミングのその時に熊本の俺の親父が死んだんだって言うんですよ。で、俺ね、なけなしの金かき集めて親父の葬式出たって。そしたらね、葬式に出て、ほらスイッチが入ったよって言うんですよね。で、聞けばね、その田畑さんのお父さんという人は、その亡くなったお父さんっていうのは学校の先生をなさってた方なんです。だけどね、お父さん、その高校生の時にすごい先生になりたかったんですって。16、17の時にどうしても教師になりたい。だけど家にお金がありませんしね、貧乏ですし親頼れないしでね、それでね、大学行きたいけど金がないから行けないって。そんな時お父さん一生懸命旋盤工場で昼間働いて、ほいで夜学に通いながら大学に行くことをまあ目指してたんです。けどね、働いてもそんな大学行く金たまらんわけですよ。でその時にね、変な勉強をするんです。16、17で何か言いますとね、そう仕事中に怪我をすると労災でお金が降りてくるとか、それとかそのあのもっとね、障害が残るような大きな怪我になったりすると国からね、まあ、わざとするもんじゃないですけど、こう身体障害者とかっていう風にして認定を受けたりすると、いろんな優遇措置とかいろんなね、こう補助をいただけたり手当がもらえたりとか、そういうことをいろいろね、高校生の時にお父さんが勝手に勉強してね、よーしって腹決めるんですよね。先生になるのにチョークは右手で持たねえかん、鉛筆も右手が必要。でもね、左手別になくなったって教師はできるんだしなって思い悩んだ挙句の果てにね、旋盤工場で誰も大人たちが見ていない隙を見計らってね、自分の左手をね、バリ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 って機械の中にわざと入れたんです。で、指を3本飛ばしてなくすんですよね、失うんです。でね、予定通りの労災のお金だ、手当だ、なんだ、もらうわけですよ。で、その金を大学行くための費用に当てて、奨学金制度も使いながら大学行って、本当に教師になったんだよ、俺の親父はね、って言うんです。その親父22の時にこういう教壇に立って、生徒たちの前に立った時に、何があったと思うかいって僕に言うんです。あんたに全くないね。何のためにだよ。何のために指三本と引き換えにここまで来たんだろうね。教師という職業を通じて自分の今回の命の使い道はどぎゃんするべきかねっていうね、座用軸みたいなもんが腹の前にはっきりあった場合って言うんですよね。だからうちの親父22の時に作ってたあの座用軸からね、ピリッともブレることなしにね、生涯全うさせたよね。その生き様のね、写し鏡が葬式だったって言うんですよね。あの日、俺が親父の葬式に出た時、あの日ね、過去の教え子さんたちがね、全国からね、いっぱい集まってきたってね、飛行機乗って集まってくる人までいたって。あんた過去の恩師の誰かが死んだって連絡入ってね、何もかも捨ててね、葬式に駆けつけねえならんような恩師に出会ったことあるかいで、人生左右するような教師によって言われてた時に、僕は一人もいませんよ、自慢じゃないですけどって、一人もいませんって言いました。でもね、だろうねって。でも俺の親父は死んだ時ね、900数十名ぞ、教え子たちだけで。家族はびっくりさって。でね、用意してた葬式がもうパニック状態になるぐらいの人が集まったって。で、その過去の教え子さんたちみんな大人になってって、息子の俺んとこ来て肩こぎゃん持ってね、苦しくさぶりながらね、お前の父ちゃんはすごか男だったとかね、あんたん父ちゃんに言われたこういう一言が今も忘れられんとかね、あんたん父ちゃんに巡り合いに